単純で少しの見方で変わるの。どうして初めからコントローラーを握らないでしょう。もっとトライエラートライエラーして特別になれるまで出さないでね。羽のない背中を嘆きわめくように着実に足音鳴らせばいい。人生のプレイヤーのメソッド、まずはこんな声で、次はこんな笑顔で、ありもしないはずの何かを探すより、確実な理論値を求めていけばいい。限りない目先の醍醐味が待っているから、キリキリと頑張ってみて。真面目に戦う姿、鬼のごとく正しい。Okay.